皆様こんにちは。四軸的心です。これから私は、今ここは上下分かれの交差点ですね。ここは、三好市木佐町、旧二見郡木佐町ですねの、あざは何になるのかな、木佐町木佐ですかね。ちょっとここら辺は木佐の人じゃないのでちょっと詳しくないですが、旧道へ突入したいと思います。なぜ旧道に突入するかと言いますと、古い町並みが好きとかもあるんですけど、やはりこの木佐っていうのはおそらく戦国時代とかだと思うんですけどね、ものすごい重要拠点で、お城とかも築かれてて、もちろんお城そのものは残ってませんけど、お城跡っていうのもあります。で、木佐の駅はちょっとここらじゃないんですけどね、でも本当もう大昔のっていうかって思ったら、大昔の看板が出てきて、すんごい昔の昭和40年代とかの看板だと思うんですけどね、標識か、こっち尾道とかで左に行くと尾道らしいんですが、右松江って書いてありました。はい、これが大昔のメインのルートで、上下方面に行くにはここを通らないといけなかったというですね。そして宇賀田を通ってってなるんで、まあ上下に行こうかと思ったら大変なあれですね。しかしここもこれだけこう、引っ越したりとかしてるようなとこもありますけど、これが江戸時代とかにもこういう街並みだったって思ったら結構発達してた中心地いうことが言えますよね。そして一級河川馬線川、古い町というか古い建物もありますね。ここ温泉とか出たらすごいなんか集客できそうですよね。温泉誰か掘ればいいのに。旅館もねありますしね、いいな。で、結局南天山城っていうのが左側にあったみたいです。で、今の川のところで川の地形を利用して折り目を作ってるわけですね。さっきのところですね。水運が、馬線川を使っての水運が盛んと、右側が西尾館高校ですね。多分映ってないですね。県立西尾館高校、西尾館高校はなんで西尾館高校っていう名前なんでしょうね。桜が綺麗ですね。そうです、これはまたまっすぐ行かないです。昔はまっすぐ行かないといけなかったんですけど、まっすぐ行かないです。このまっすぐのところはね、あんまり記憶ないんですよね。こっち側は走ってたのはなんとなくちょっと記憶があって、んでこのバイパスが通った時に、もうくねくねしたところ通らなくてもいいんだななんてくねくねしたところって言ったらちょっと失礼ですけど、はい、右に行くと貝塚ダムですね。安田ということで、今回は短い画像なんですけど、木佐の、ね、街並みこれを撮りました。はい、これもう馬線川をよく渡りますということで、本日もご視聴ありがとうございました。